こんばんは皆様お疲れ様でございます今日はですねまた新しい <laughs> 靴を買いましてですね、えー、その動画を撮っておるわけでございますはいえっと箱も見ていただいて、えー、靴がお好きな方であればもしかしたらお分かりになるかなと思うんですけれども はい、こちらですね。マニュファクチャーズのお靴でございます。これなんかね、入っとるんですけど、何が書いてあるんかな。あ、リペアサービスのチケットが入っておりますね。オールソール。ヒール交換、あー、えー、ヒール交換、トップリフト。 ヒール交換はトップリフトおわヒールプラストップリフトのどちらも対象になりますとなるほどなるほどですねヒール交換1回伸びヒール交換なマニュファクチャーズ私これ2足目のオーダーになるんですけどえっと1足のねシングル文句書いとるんですけどえっとそれもそろそろかかと変えてもいいかもしれんですね はい、では早速、えっと、マニュファクチャーズさんね靴が好きな方は、えー、ご存知かもしれないですけれども、えっと、ユニオンロイヤルさんのですね、えっと、制作をされている方々が、えー、立ち上げられたブランドでマニュファクチャーズ 製者、制作者たちっていう意味が付けられてるブランドさんですね。もう、靴が好きな方はビンビンに刺さるような靴のデザインとかね、ドレスチロリアンとかね、チロリアンシューズをちょっとドレスっぽく仕上げたやつであるとか、シングルモンクとかですね、僕は大好きなんですけど、あとローファーも特徴的なローファーがね、あったりとか、楽しいんですよ、とりあえず。革のパターンとかもね、たくさん、革のサンプルがで、大高に行ったらたくさん革のサンプルあるんですけど、 もうね、僕、オーダー会だったら、マニュファクチャーズ、今まで行ったオーダー会の中だったら、マニュファクチャーズさんが多分一番楽しかったと思いますね。本当にこれは。で、えっと、ま、オーダー会は、えー、トレーディングポストさんでですね、やっておられて、鎌ヶ谷のユニオンロイヤルさんの工場でも、えー、随時受付をされているっていう風なブランドさんですね。では、早速、どんな靴か開けていきましょうね。 ジェン。ほい、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 こんな感じの靴をはい買いました。はいえっと、ラスティグレインっていうですね、アノネの,、ね、のブラウンの、えっと、私の動画だと珍しいと思うんですけど、えー、かなり濃い焦げ茶の、えー、クォーターブログにしました。えっと、ここにだけパーフォレーションが入っていて、 ルデザインですろっ血の、えー、クォーターブログでこれかかとがですねシームレスになったんですよねで、えー、こうピッチドヒールこれは私は確か仕様で書いたんですけどねピッチドヒールにしてシームレスこれは標準ですね。えっと 本当は黒にしようと、黒脂肪の靴にしようと思っておったんですけど、黒脂肪の皮がちょっと自分のイメージに合うやつがなくてですね、でもちょっとこの形の靴欲しいなと思っておったところ、こう、こう、こう、マニュファクチャーズの あの方がですね、小高いにいらっしゃってこういろいろアドバイスしてくださるんですけどこの革のことをこの革のねサンプルがあったんですよ別のモデルでしたけどね別のモデルのこの革のサンプルがあったんですけどそれこう見せていただいてそのエイジングがめちゃくちゃかっこよかったんですよめちゃくちゃかっこよくてでそれ見てあこんな風にエイジングするんやったらこっちの方がええなと思ってこっちにしましたこのブラウンのですねあの黒しぼ、黒柴はえっとなんて っっていう川だったかあアルカザールかアルカザールだったんですよね黒でアルルカザールってめちゃくちゃかっこいいんですよめちゃくちゃかっこいいんですけど格子状に結構はっきりあの片、ー、押しがされていてですねこういう風に不規則じゃないんですよねこれはもうなんていうか自然な脂肪ですけどアルカザールは完全にこうもう縦横のもう格子柄っていう感じのなんですよねアルカザールっていう脂肪側は。 で、こう、それがですね、靴になった時に、こう、靴に対して結構縦横とパキッてしてしまうのが、僕はちょっと、何ていうか、好み的にですね、あんまり嬉しくなくて、もう少し角度を変えましょうね。あ、奥のパソコンが映っちゃった。こんなもんにしましょうか。はい。で、それが、なんとなく僕は靴としては、私個人の好みですけどね、なんかちょっと不自然な風に見えてしまったので、あのー、自然なしぼがわ、 どれかないかなと思って探しとったら、そのマニュファクタージャーズの方が持ってきておられた、これと同じあのね、ラスティグレイっていう革を使ってるんですけど、のサンプルがあって。で、それのエイジングが素晴らしかったので、もうこれにしますと。いうような形でこれにしましたね。まあ極端な話、あの、やっぱり黒が良かったなと思ったら、ブラウンなのでね、黒に染められるんですよね。っていうのもあって、ブラウン、 にししようかなと思いましたでも最近僕黒靴多かったんですけど結構ですねあの焦げ茶とか茶色の靴っていうのも最近ちょっと買い始めましてですね何て言うんですかねこう茶色によっていろいろ表情があって履き込んでいったシワのところの色抜け感があったりですねなんか可愛いなって思うようになってしまって結構最近はですねそういった感じで買って。 行ってしまっている自分がおりまますすですね、また,ま、たなんかねあの今ただでさええー、もうちょっと今とはいえ増えすぎているのでちょっといろいろなプライベートの事情もあって売ったりなんかもしてるんですけどそれでもやっぱり今60足以上あってねそれのブラウンもとか言い出したらね倍それの ブラウンが欲しいとかだったらね、倍とかになっちゃわないかと思って、今ちょっと心配してるんですけどね。まあそんなとこは置いといて。まあ本当にですね、このマニュファクチャーズってめちゃくちゃ綺麗な作りなんですよね、こう近くで。ステッチもそうですし、ここのね、このベベルドウエストみたいになってるところ。これ、多分ここで切って折り返して、折り返してはないのか。折り返してまではないですけど、なんかちょっとビスポークっぽい仕様になっててですね、ここの。 かかかとととのどどころとかあとこのローラーの付け方ですね目の付け方とかもう一視目立れぬ綺麗な底付けもまあ,あの今回気なりにしましたけれどもね綺麗なんですよねすごくいやーいいっすねでここすごくないですかこの角カ角クカク度合いこの鋭角具合このスクエアとチゼル チゼルですねこれはこれはチゼルと言っていいと思いますけどこの角カク,カク度合いもすごくこの靴好きのこの心を揺さぶるというかですねそんなデザインになってるなと思うわけですなんか動画で見たらやっぱりちょっと黒にも見えますねなんか本当にあに実物見てもちょっと黒なんじゃないかなっていうぐらいあのー、深い色をしてますねこの靴に関してははい。 いやーマニュファクチャーズさんの靴はですね、めちゃくちゃかっこよくて、あのー、もう僕も大好きなんですよね、もう。もう、オーダー買いに行くときはもうウキウキですよね。もうどんな革にしようかなとか、あと僕が気になっているデザインで言うとですね、何があるやろうな。 こう何やろうなこれとかね同じデザインですけどこのえっ、ー、と塔のつま先とあとこっちの後ろのところだけスムースにして真ん中だけ片押しにするとかですねなんかそんなことをされていたりとかもするんですよ。 で、これ、マニファクチャーズ、スタンダード。渋谷店さんですかね。ラギッドストラー確か売ってたと思うんですけど。あとは、私が持ってるシングル文句。で、ここの根元のところだけちょっとデザイン変えるとかね。っていうことができちゃうんですよね。めちゃくちゃ楽しい,い,いじゃないですか。こんなのオーダー買い行ったらね。いやー、いいな。いいっすね。本当に。 次はね、僕この、あのー、ウィングチップ。ウィングチップ、いいな、とかね。あと、このダブルモンク、めちゃくちゃもう、これ、オーダーされた方のセンスが素晴らしいですよね。めちゃくちゃかっこいい。とか、あとはね、ローファー素敵なんですよね、マニュファクチャーズって。これ、このローファー、えっとですね、デザインが、えにしえっと、西尾 あのこれマニュファクチャーズさんってこの制作されてる方のお名前がモデル名になるんですけど西尾さんっていうこのねこのローファー頼んでる方すっごく多いなっていう風にイメージがありますねこういうタッセルがあったりこれは桜田2っていうモデルですねで私ももっと気になってるのが今これがめちゃくちゃ気になっててこのサンダルめっちゃええなと思って。 このサンダルね、方針いすよ。で、サンダルもねこう、こう、これと、こう、こういうシンプルなやつと、こういうちょっと編み込みがあるっていうんですか、のやつと、今ものすごく気になってるんですよね。出たら買っちゃうかもしれません。はい。っていう感じで、マニハクチャーズさんってですね、あの、もう,ほもう全部オーダーなんですよね。既制の靴はレディースにあるんですよね。レディースに、 あの規、ー、制のプレーントゥーと、えー、白いですね、あのー、フレンチキャップっていう白い、えー、キャップのものとあとマウンテンブーツみたいなですねあのちょっと登山アウトドア系っていうんですかねのものとがございますいやーまあどれも素敵でございますあのー、ですね僕もちょっとレディースの方はねあのちょっと今どうしようかなって迷ってるところですね レディースサイズで大きいものだったら入るんちゃうかなと思ってレディースのデザインもめちゃくちゃ素敵なんですよあのー、男性の方もね足もしサイズあれば是非見ていただきたいなと思うんですけどいや何ていうかもう靴好きのあの靴が好きな方がやっぱり靴を毎日作っておられる方ですから方々が考えられた靴なのでバランスとか デザインとか、あ、こんなデザインまだできるよねとか、あ、このデザインもちょっとこういう風に変えたらまた違う風な印象が持てるよねとか、なんかそういう靴ばっかりなんですよ。もうワクワクですよね。オーダー会毎年楽しみにしてて、あの、ある時はね、あの、オーダー会やってる時は結構、あの、今まで4回中、初年度は行けなかったですけど、えー、初年度行けずい、2回目と4回目、 かなあの行かせていただきました、ね、僕はいやそこでねこう自注されてる方とお話しするのも楽しいですしねあのあ顔靴ってそんな風に考えたらいいんだみたいなあのそのオーダーだけじゃなくて靴に対する考え方とかもですねお聞きできたりして,て非常に楽しいオーダー会となっております。ななんかですねあのもうお店の人みたいな 感じで宣伝してしまいましたけどあのー、シングル文句ねシングル文句持ってこようかなちょっと持ってきますね もう初めから持ってきとけよっていうか話ですけど、これがシングル文句ですね。私が一足目に作った、えー、マニュファクチャーズ第1号ですね、私の中での。めちゃで、ここ、先ほどちょっとお伝えしたアルカザールを使ってます。ここの根皮のとこだけ。で、ここの、ちょっと見て分かっていただけますかね。さっき言ったような、ここ結構縦横しっかり入っとるんですよ。こう、しぼ模様が。で、これがちょっと、 これがね、こういうポイントだったら僕は気にならないんですけどこれが靴全体になると何かこうなんて言うんですか方眼紙みたいなね <laughs> 言い方あれですけどみたいな感じになっちゃうんじゃないかなーっていうので僕は靴全体に使うのはちょっとうんあのやめとこうっていう思ってですねあのー、今回こっちにしてこのラスティグレインっていうあのしぼがわにしたっていう感じですね。 いやー、これも、このシングル文句もめちゃくちゃええ靴なんですよ。本当にね、こっちはラウンドですけど結構対照的ですよね。あのー、ラストとしては。こっちは綺麗なエッグトゥーで、こっちはもうガチガチのスクエアトー。まあ、形としてはや,やはりこっちのスクエアの方がややクラシカルな印象を受けますけれども、こっちもですね、すごくラインが綺麗で私はとても気に入って履いております。明日これ履こうかな。 うん明日はこれ履いて会社行こうかなと思いますけどあのいろいろ言ってきましたけどですねぜひぜひあのー、靴がお好きな方マニュファクチャーズさんのオーダーはものすごく楽しいと思いますのでですね、あのー、ぜひオーダー期間中、あのー、トレーディングポストさんのお店に、えー、行かれてみることをですねお勧めしたいなと思いますはいそんな感じで、えー、今日はこのぐらいで、えー、終わろうかなと。 思います。本日もご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。